仕込んでいた蔵が全部使えなくなってしまったこと、とあとは新酒で出そうと思っていた、出荷しようと思っていたあの日本酒がやっぱり数千本割れてしまったこと、今年新しい蔵が、ね、始動しまして、すごくいろんな方に支えられてここまで来れたんですね。なので逆にこうゆっくりだけども一歩踏み出せた自分たちが、じゃあ今度は何か皆さんにできないかなっていうことも考えていったりとかをして、酒米で使用するものは全て宮城県のものを使って、地元の農家さんにも、農家さんいろんな人たちにもこう潤いをもたらしていけるような企業になりたいなって、欲しいはすっごい嬉しいし、嬉しかったし、やはりその1年間正直頼ってしまってた部分も、そういう被災地だったりとかそういうところはあったんですけども、いつまでもやっぱりそれに甘えててはいけないと思うし、自分たちの足で立ち上がらないといけないと思うし、だからこそ期待は裏切っちゃいけないと思うし、今回はちょっと自分たちが納得できなかった、はい、これを宮完売とも思われたくなかったし、はい、やはりあの皆さんのそういったなんていうんだろう、思いとかご支援とかあったからこそ、妥協したものは出したくないと思ってずっとやってきてたので、はい、社長今日田植えですか？社長は今そこら辺ちょっとなんかやってました今日。 あれが社長です。社長今いろんな修復作業をそうなんで、できるものは自分たちで作ってたので、はい、いろんなことがあったんです。本当に宮城県でも小さい蔵なので、でももう今イサキの売り上げだけ考えててもどうにもなんないし、今5年10年と考えた時に本当にこのままでいいのかって、今しかないよね。心に春を呼ぶお酒宮完売、たくさんの方の心に春が訪れますように。